二軸車の例二軸車とは、鉄軌道車両のうちで一つの車体の走り装置が二本の車軸のみの車両のこと。ボギー車との区別で使われる。電車の場合は、四輪単車、あるいは単に単車と呼ばれることが多く、その場合の台車は、単台車と呼ばれる。馬車や、自動車のリーフリージッドサスペンションと同様に、板バネを、喧嘩装置の一部に兼用したものや、 台車を台枠に固定したもののように、車軸が変更できない構造のものと、一軸台車を持ち、変更できるものがある。荷重変化によるバネ、両端の変異を許す構造の違いにより分類される。前後左右の車軸の位置決めは、軸箱盛りで行われる。収式板バネの両端に、収同用の臭があり、台枠にはその部分で接しているだけで、固定はされていない。 リンク式二段リンク式に対して一段リンク式と呼ばれることもある。板バネ両端は、I 形状となり、引っ張り、方向に働くリンクで釣られている。終式に比べ、バネ両端の摩擦が少なく、車軸の動きが良い。二段リンク式二つの輪からなる上バネ釣りが一つの輪の、下バネ釣りを挟む構造となっている。お互いのリンクをつなぐ部品が、天秤の役割を果たし、 三点指示を形成する。一段リンクに比べ車軸の動きが良く、脱線に対する効力も上がり、貨車の最高速度で、時速1 0トルの向上を果たした。短大車式短大車式の例、函館市電の30、K39 ブリル 21E 型台車を装備、バーニーカーの例、サクラメントノーザ山鉄道の62号 S ン。 鉄道博物館の保存車黎明期の小型電車や路面電車に多く見られる走り装置。台車は台枠と一体であり、首振り機能は持たない。車体から独立した台車枠に装備した軸バネと枕バネで輪軸を喧嘩する。重ね板バネを軸バネとして輪軸が車体に直接喧嘩された二軸貨車の足回りとは異なり構造的に台車を構成しているので、 三大車と呼ばれる。円滑な曲線通過のために軸距を長く取ることが困難で、車体長に対して長くなる車体のオーバーハング部分が走行中上下左右に振り子状に振られて、ピッチングや要因グが激しく、横揺れを積極的に吸収する上揺れ枕に相当する機構を持たないこともあってダコードを誘発しやすく、乗り心地も走行特性も悪い。 高速化にも、車両の大型化にも適さず、ボギー式にとって変わられた。しかしながら、これには、例外がある。バーニーカーがそれで、すでにボギー車時代になっていた1915年に、あえて小型の単車として登場した。これは車両を小型にすることで、頻発運転とワンマン運転を可能とすることで、効率化を図った、路面電車であった。 この電車は乗務員の不足していた第一次、世界大戦中には一定の成果を上げ、1930年まで製造が続けられたが、やがて終戦後には収容力不足や、軽量油への脱線のしやすさなどの問題が露呈し、最終的に第一線から退くことになった。なお、路面電車がバリアフリーの観点から調停商社の時代になると、 車両全体を車椅子対応にするためには、ボギー車にすることが困難という観点から、再び二軸車が脚光を浴びることになった。ただし、通常は複数の車両を連結して使われ、一両だけ単独で使われることはない。一軸台車式。ありがとうございます。